何ですか？私だけ呼び出したりして。ライフセとは？一緒に見張りをするって言い出したけど、無理に休ませました。連戦の疲れがあるはずですからね。助かったわ。あの子弱音を言わなすぎるから。名付け親に似たんですよ。似てないわよ。あの子の頑張りは希望だもの。いい風ね。はい。厳しくて悲しいけれど、やっぱり世界は綺麗です。果てしない海も、南国の島も、氷の大地も、火を吹く山も。そうね。そして、そこには人間が生きてる。ラフィーが旅を従ってた世界なのね。あの子が海の向こうに何を見てたのか、やっと分かったわ。エレノア、一つだけあんたに頼みたいの。私に何かあったら、ライフセットをお願い。どうしたんですか、突然。クーマとカノヌシの力は本質的に同じものだから、理論上は可能なはず。ううん、断りじゃない。私の中の憎しみとは別の心がこうしたいって言ってるのよ。世界に希望を残したいって。あなた、まさか。ちょっとした弱音よ。万が一の時は頼むってこと。わかりました。ライフセットは私が責任を持って守ります。弱音につけ込みたいところですが、そうもいきません。死ぬまであなたの命令に従うのが私の誓約ですから。そういえばそうだったわね。あんたを任しといてよかったわ。鎮静化は解除されたようね。ガーマの被害と引き換えに。No? それも予定通りよ。世話になったわね。したいことをやっただけさ。礼なんかいるかよ。行くぞ。同志と決着をつける。鎮静化の影響は弱まったが、その分町はざわついてる感じがするな。清涼の対魔師が激減し、ゴーマへの対処が追いつかなくなっているのかもしれん。泣いてるの？現実を噛みしめているだけです。借り物の断りではない。自分の情で動くことの怖さ、辛さ、そして責任を。今が私の本当の新しい出発点なんです。この過酷な現実を噛みしめて前に進まないと。面倒なやつね。けど嫌いじゃないわ。はい、泣き虫じゃありませんから。そのようね。だが何でも背負い込むなよ。わかっています。私にできることをするだけです。そんなこと言いつつ、限界を超えても頑張っちまうのがお前だろ。ギリギリまで頑張ってどうにもならないときは人を頼ってもいいんだからな。ろくろ、ありがとうございます。ま、俺は人じゃないけどな。わかっていますよ。ゴーマから守ってくれるって言うから。
あんたたちを信じて厳しい規律にも耐えてきたんだ。なのにどういうことだよ。精霊を操れないからゴーマを倒せないって。精霊術が使えなくなった理由は我々にもよくわからないのです。ですがたとえ精霊術が使えなくとも最後まで自分は皆さんを守るために戦います。どうか落ち着いてください。あんたたちの言うことなんかもうまともに相手してらんないよ。何ジロジロ見てんだよ、そこの目つきの悪いあんた。ちょっとこっち来いよ。遠慮しておく。がたいいいくせに逃げてんじゃねえよ。やめてください。皆さんの不安も苛立ちもわかります。ですが今は人間同士が争い合ってる場合ではありません。世界の混乱やゴーマに立ち向かうためにどうか我々に手を貸してください。あんた、それでも不満があるなら私が相手になります。悪かったよ。気骨のある対魔師だな。ああ。あんたたちはマギル過激団。ああ、技術団よ。やっと会えたよ、マギル技術団に。挨拶したくてずっと探してたんだ。挨拶？どうにも巡り合わせが悪くて全然オタクらの技術が見られないから自分で技術団を立ち上げたんだよ。声量も混乱してて町も不安そうな顔ばかりで、ゴーマも出るし、なんだか世の中が暗いだろ。だからこそ明るくて楽しい催しが必要だと思ってね。技術団は特訓中で間もなく旗揚げ公演さ。すごくいいと思う。技術団はなんて名前なの？ガツンとインパクトのある言葉を選んだぜ。その名も漆黒の翼。漆黒の翼。おいおい、反応薄いな。人を楽しませるのに漆黒ってどうなの？黒い翼なんてカラスとかコウモリみたいでしょ。俺の中じゃ漆黒の翼といえばお笑いなんだけどな。じゃあちょっと帰るか。その名も漆黒の笑い。まんまブラックジョークじゃな。腹黒くてスパイシーな方向に進めなかい。じゃあ漆黒の術、いや漆黒サーカス、いやいや漆黒大サービス、漆黒の漆黒から離れてみたら。確かに。じゃあこれならどうだ。ハッピースマイル技術団。幸せの押し売りみたい。はいはい、もういいよ。漆黒の翼技術団かっこ笑いかっこ閉じ、これで決定。異論は認めない。思い切ったの。じゃがお主の志は気に入った。漆黒の未来を記念してマギンポイ。ありがとうよ。これからライバルだな。同業者としてよろしくな。マギンプイってどうでもよくなるおまじないだよね。こういう時代こそどうでもよいことが必要なんじゃよ。っていうか漆黒の未来ってあんた全然祝福してないでしょ。マギンプイ。ネクターも神水も手に入らなくなっちまった。でもよ、おかげで目が覚めたぜ。口寂しくていろいろ飲んでたらうまいお茶を飲むと心が安らぐことに気づいたんだよ。神水を子供には飲ませられないが、お茶なら子供からお年寄りまで楽しめる。それは良い着眼点ですね。これまでに貯めた金をはたいて世界中のいろんなお茶を集めた店を開こうかと思ってるんだ。ゴーマのことでピリピリしてたら心が甘いっちまう。お茶飲む時ぐらいホッとできたらいいよな。そういうお店には美味しいパイとか焼き菓子とかがあったらいいな。だよな。お茶と一緒にお菓子も探すぜ。ついでに俺の嫁さんもな。頑張ってください。ありがとうよ。ちなみに姉ちゃんは俺の嫁になる気はないか。ごめんなさい、遠慮しておきます。だよな。
パラミデスの遺跡に凶暴なゴーマが居座ってるから近寄るなって清涼からお達しが出てるよ。そのゴーマは仲間を呼んじゃ共食いしてどんどん凶暴になる特殊なやつでな、タイマシ様もかなり手こずってるらしい。あんたたちも近づかない方が身のためだよ。共食いして凶暴になるって孤独かな。仲間を呼び寄せて食らうか。そのゴーマは本能的に孤独を行っている可能性が高いな。仲間を喰らってでも強く生きようとは、一周半回ってすがすがしいゴーマじゃの。一周半の半って何よ。関わり合いたくないが関わってしまうやもしれぬ、そういう悩ましさの表現じゃよ。孤独を重ねているならかなりの強敵だろうな。そいつをベルベットが喰らえば強い力を得ることができるかもしれん。けど危険だよ。戦うべきか戦わざるべきか、ああ何周回っても悩ましいな。お笑い公演をやらせてもらいたいんじゃが枠はあるかの。あるが、イズルトの客は目が肥えてる。しょっぱい芸じゃ帰り討ちだぜ。ほう、そいつは腕が鳴るな。おお六郎、妙にやる気じゃな。実は前から舞台に興味があったんだ。勝負度胸を鍛えられそうだからな。それ以上鍛えんでもいい気はするが、まあお主に多くは望まん。わしがしゃべくり倒すからお主は適当に相槌を打っておればよいぞよ。おう、で切り込まれたら切り返せばいいんだろ。刀は使用禁止じゃぞ。こら、わかったと言わんか。さあ行くぞマギル、気合い入れろよ。嫌な予感がするの。はいどうも、危険なコンビマギロー&ロクロじゃよ。マギン V。 いやーイズルトは潮風が気持ちいいところじゃの。潮風といえば、潮風は刀に良くないぞ。こまめに手入れしないと錆びるから気をつけろ。まあそういうマニアックな注意もあるんじゃが、潮風を嗅ぐと海の幸を食べたくなるんじゃよな。刺身に浜焼き海鮮丼、見た目も美味しいのが海の幸で。海の幸といえば魚の三枚おろし。ここだけの話、三枚おろしは刃物使いの極意だ。魚に限らず生き物の体には切るべき筋があってだな。というような物騒な話は置いといて、美味しい海の幸には奇妙な姿をしたやつが多いよな。タコとかタチウオとか。タチウオか、剣士として一度立ち会ってみたい相手だな。急にシュールボケかまされても対応できんのじゃが。いやいや、今のは剣士の俺が
タチウオをライバル視するという直球のギャグで。ちょっと黙っておれ。おう、タコとかタチウオとかちょうちんあんことか妙な姿のやつほど美味しいという話もあるな。確かにわしが大好きなフグもまん丸な妙な形で。まん丸といえばアルマジロウという妙に丸いやつに会ったことがあってな。いやあれほど丸いやつは後にも先にも初めて見たな。じゃかし、お主とはもうやっとれんわ。結構面白かったな。意外にもそこそこ受けてしまったのが悔しいが、どうだったじゃろう。一つ言わせてくれ。どう考えても相方がボケだろう。そうなのか。いや、お主は制御不能な自由人じゃよ。ヘラビーサにテレサ様の熱烈ファンがいるらしい。でも俺はそんなミーハー野郎に負けやしない。俺はテレサ様の見てくれやあの冷たい瞳だけであの方を慕っているわけではない。あの方の本当の魅力を俺は知っている。お前は知りたいか。どっちでもいいかな。知りたいか。知りたいよな。なあ。あ、うん。仕方ない、教えてやるよ。テレサ様の魅力はあの麗しい横顔に刺す悲しげな心の影だ。笑顔でいてもどこか寂しげで、いつもどこか遠くを思っているようだった。それって、そうだ、愛する人のことを思っていた。まだ見ぬこれから出会う最愛の人を、こんな近くにその男がいるとも気づかず、テレサ様は未来を憂いていたんだよ。だから俺はそんなテレサ様をいつも見守っていた。そして忘れもしないあの日。あの日俺は見た。非番の日にマクリル浜で波と戯れる純白の水着姿のテレサ様を、無邪気な水着姿を。なんかこの人嫌な感じがする。ええ、とても不快な人です。何を。そんな冷たい目で俺は。こんな奴を守るために働いてたなんて、テレサに同情するわ。なんという冷たい目で。いかん、目を背けるのじゃ。ベルベット、エレノア、そのまま冷たい目で見続けるとこの変態男が歓喜するぞ。行くわよみんな。ああ、行かな